俺はとある県の田舎町で生まれた。親父がやっていた商売が大当たりして、俺が6歳の頃、県庁所在地へ引っ越した。親父は自分の理想通りの物件を探すためにかなり奔走したそうだ。その甲斐あって、築年数は相当経っているが、格安の一軒を探し当てた。メイン通りに面した店舗の部分は鉄筋コンクリート。それに接した1、2階の住居部分は木造モルタルという変則的な作りだった。さらに離れの位置に築4、50年は経っているであろう旧母屋の木造住宅があり、これがこの物語の舞台となる。親父のプランでは、まず店舗兼住宅を拠点とし、資金を貯めて数年後には土地建物を取得。一時的に旧木造住宅を仮住まいとし、商売を続けながら店舗兼住宅をリフォームというものだった。何より、大家さんが高齢で病弱。あまりに古い建物だから、誰も相続したがらなかったゆえ、自分の手から離れるのなら、その方がありがたいというムードだった。なので、借家の頃から店舗を少々改造して使っていた。商売の方は大繁盛で、しばらくは猫の手も借りたいほどの忙しさだった。引っ越しは俺の小学校入学とほぼ同時期だった。だから転校生として注目されることはなかったが、すでに幼稚園時代からの仲良しグループが形成されていたので、友達作りで、少し苦労した。そういう思い込みがあったせいか、俺を異分子扱いして露骨に避けていた秋夫と、俺を見るたび不快な表情を浮かべていた恵子がいたことは覚えている。他は特筆すべき点もなく、小一の夏休み前には普通にクラスに溶け込んでいた。この頃は楽しい思い出が多かったせいか、店舗や住宅部分の間取りや家具の配置まで今でも色付きで思い出せる。ところが、離れの旧家については全くと言っていいほど覚えていない。段ボールとおやつを持って、大勢で秘密基地を作るほどの好奇心旺盛な子供なのに、すぐそばにあるおんぼろの家屋には、なぜかほとんど惹かれなかった。むしろ、夜は無人で真っ暗だから怖いと潜在的に避けていたと思う。小学2年の夏、親父は自己資金を貯めて銀行の融資を受けることが決定した。いよいよ不動産の取得という段階になって、大家さんの二代目なる者が現れた。先代とは何十年も絶縁だったが、四季くらいは見とろうと、半年ほど前に復縁。それに伴って土地を分筆して一部を相続したいと申し出てきた。親父が所有したいのはメイン道路に面した部分であり、旧家まで含めると正直言って土地が広すぎて多額の固定資産税がかかる。
二代目が相続したいのは旧家の部分で、それを解体してマンションを建てたいとのことだった。両者の利害関係が一致したので、これに同意。非常に紳士的で信用できる男性だったので、ことは問題なく進んだ。ただし、我々が一時的に旧家を仮住まいとし、その間に店舗兼住宅をリフォームする。このことを申し出たら、人が変わったように反発してきた。それは困ります。あんなおんぼろ、仮住まいにもなりませんよ。他に移ったらどうですか？そうは言っても、親父はこのプランで動いているし、それが先代との約束でもある。何より、荷物を歩いて運べる距離に建物があるのだから、これ以上合理的な一時移転先が他にあるはずもない。わかりました。なら早急に明け渡してくださいね。二代目は、怪訝そうな表情を浮かべながらそう言い残した。土地の分筆にあたり、親父は測量機器をレンタルしてきた。若い頃、土方のバイトの経験があったのと、自分で土地登記すればタダだから、ということだった。ところが、登記簿謄本といくらにらめっこしても、数字が合わない。土地登記を見たことがある人ならわかると思うが、実際の土地の面積って、縦かける横で表されるような単純なものではなく、いくつかの三角形に分割し、三角関数を使って求めるのが一般的。この時は、測量するたび、計算するたびに違った値が出て、親父も困り果てたそうだ。それでも、無理やり一つの解を導き出し、絶対とは言えないまでも、ギリギリ許容範囲内だろうという代物を作り上げ、親父は法務局へ向かった。意外にも書類は一発で受理され、後日職員が現地調査に伺うとの返事をもらった。その帰り道、親父は大事故に巻き込まれた。不幸中の幸いで命に別状はなく、ほぼ10ゼロだったので、相手の保険で対応できたが、車は完全に廃車の上、全治1ヶ月の入院となった。こんな事態となったので、引っ越しや土地分筆の幻聴は後回しとしても、日々の商売を母一人でやるのは不可能。たまたま当時大学生だった母のいとこのおばさんが、早い夏休みに入ったので、助っ人として、うちで住み込みで働いてもらうことになった。しばらくは女でメインで大変だったと思うが、親父が退院したら、すぐに引っ越し準備にかかれるよう、旧家の掃除をすることにした。それまで、旧家の玄関は入ったことはあるが、その奥は初めてだった。親父がああなった以上、俺も何かしなければ、という強い思いが先行し、怖いだのなんだのとは言っていられなくなった。おばさんを先頭に、俺、それと一つ下の妹の、計三人が二階へ上がった。
階段を上がると、両サイドに部屋が一つずつあった。おばさんは向かって左手の部屋に入り、掃除の指示を出した。はたきで上から下へほこりを落とし、それから学校の掃除と同じように、ほうきとちりとりで床のゴミを集めるんだよ、と。おばさんのやり方を見てから、俺と妹は反対側の部屋へ移った。作業に没頭していると、不思議と恐怖は薄れるもので、数分も経てば、キャッキャと悪ふざけをしながら掃除を楽しむ余裕も生まれてきた。すると、反対の部屋から、おばさんが俺たちに呼びかけてきた。そうそう、押し入れも開けて、中きちんと掃除してね。はーい、と返事をしようと思ったら、おばさんの尋常じゃない悲鳴が聞こえた。何事かと思って駆けつけたら、おばさんが腰を抜かしてへたり込み、押し入れに人がいた、と恐怖におののいていた。その後のことはよく覚えていないが、普段の住宅に戻って母も加わり、おばさんが落ち着きを取り戻して語り始めた。押し入れの戸を開けた瞬間、恐ろしい顔をした女性が、天井から逆さに顔を出し、それがスーッと天井裏へ消えたとのことだった。それまで幽霊の類は見たこともなかったし、嘘をついて我々を脅かして楽しむような人でもない。父の代わりに一家の長となった母は、きっと気のせいだよ、と言ってなだめていたが、内心は穏やかではなかっただろう。一方、親父は点と点を線で結びつけていた。事故と幽霊騒動、いずれも旧家に対して何か起こした時に発生している。地鎮祭を前倒しして、その際に除霊もしっかりやってもらおうと結論付けた。早速そのように手配が進み、当日は親父も仮退院をもらって祈りを捧げた。これが効いたのか、その後しばらくは何事も起こらず、旧家の掃除は終わった。ついでに、子供でも運べるものは先にどんどん運び入れようと思い、俺と妹はゲーム機、漫画、洋服、人形など何往復もして小出しに移していった。親父が退院した頃には、大きめのタンスやテレビといったわずかばかりの家具だけが残り、それらもすべて運び入れたら、旧家にはすっかり生活感が漂っていた。親父の退院祝い、忙しい商売、どうせすぐまた引っ越すのだからと、段ボールに囲まれたちょっと非日常的な生活。これらに埋もれて気づかなかったが、奴は虎視眈々とその機会を伺っていた。旧家は台所は普通に使えたが、トイレが汲み取りで風呂釜は傷んで使えなかった。ある日、トイレで用を足していたら、ありえない角度で何者かに転ばされた。運よく
とっさに両手を便器の縁にかけて、なんとか踏ん張って脱出できた俺は、その時は事なきを得たが、妹の時は実際に便所に落とされた。たまたま悲鳴を聞いた俺が店に行って助けを求めたから、すぐに救出されたが、まあ妹の姿は汚いのなんの。幸いにして夏休み中だったけど、妹は一週間ぐらい匂いが取れなかった。風呂場で何度も何度も行水して、石鹸とシャンプーで洗い流す。しばらく引きこもって、これをずっと繰り返していた。妹曰く、便座に座っていたら、後ろからドンと押されたとのことだ。次に奴が狙ったのは、母とおばさんで、二人して悪夢にうなされるようになった。しかもそのビジュアルがほとんど同じで、黒い人が延々と自分を追いかけるのだ。そこで目が覚めて夢かと思って眠りについてもその続きを見てしまう。そんなことをしているうちに二人はすっかり寝不足となってしまったが、親父が退院して本格的に復帰した頃、おばさんは帰郷し、その後は何ともないとのこと。その分奴は母に襲いかかり、その行動は夢だけではなく、現実世界でも牙を剥いた。ある時から母は、料理の準備で食器を頻繁に落とすようになっていた。他にもあっただろうが、食器が割れる音は印象的なのでよく覚えている。いくら寝不足とはいえ、バリバリ20代の若い頃の母だ。朦朧するにはまだ早いが、親父は疲れているのだろうと母をいたわっていた。そんなある日、俺は晩ご飯を待ちながら居間でゲームをしていた。すると台所から、助けてーという母の悲鳴が聞こえた。大急ぎで向かったら手首から血をだらだら流し、なおかつ包丁の刃を自分に向けて、それに必死に抵抗している母の姿があった。俺はとっさにまな板を持って母の両手を2、3度思いっきりぶん殴り、包丁を叩き落とした。すぐに救急車を呼んで病院に搬送となった。出血はひどかったが、軽傷で済んだので3日後には退院できた。帰宅した母が言うには、自分でもなぜあんなことをしたのかわからない。だけどそれ以降、一度も悪夢を見ていないとのことだ。ここで我々家族は一つの仮説にたどり着いていた。奴は旧家に住む人に致命傷を与え、目的を達成したらターゲットを変更する。ただし、出て行った人に対しては深追いしないということ。事実、おばさんはあれ以降、至って平穏な日々を過ごしているし、親父の事故、俺と妹の便所、母の包丁以降も同様だ。なら、これ以上悪いことも起きないのではなかろうか。いや、まだ一人残っている、俺だ。俺は確かに便所で
何者かに転ばされるという体験はしたが、所詮はそれまでであって、未遂に終わった以上、およそ致命傷とは言い難い。どう考えても、一番注意すべきは俺だったと、後からなら何とでも言えるが、この時は子供だったから、他人の忠告や警告なんて、全く気にもしていなかった。とにかくこの説が正しいものと仮定して、店舗と住宅のリフォームは早急に済ませる。新居に移りさえすれば問題ないのだから、それまでは注意するように、という結論に達した。夏休みも残りわずかとなった。8月末のある日、旧家の風呂釜は壊れていたので、我が家の入浴は行水と銭湯通いを1日おきぐらいに繰り返していた。この日は母と妹と一緒に女風呂に入った。大浴場の扉を開けたら、数秒後に女の子の悲鳴が聞こえた。裸だから判別するのに少し時間を費やしたが、声の主は恵子だった。そう、入学以来、俺をとにかく嫌っていたあの恵子だ。バカ、お前の裸なんか興味ないんだよ。と言おうと思ったら、後ろ!と、わけのわからないことを言って、恵子は浴場から急いで逃げていった。こいつはいつもそうだった。入学以来、俺を見ては悲鳴をあげる。こっちは何のことだかさっぱりわからないから、笑顔で普通に歩み寄るのだが、そうすると、今度は泣き出すから、まるで俺がいじめているみたいだ。女の子を泣かせたらダメだろう、と一部始終を見ていない先生に怒られたこともあった。それ以来こいつは敵だ。俺にとって何の役にも立たない。いるだけで不愉快な敵だ。そんな奴が消えてくれて大いに結構。この時の俺はその程度のことしか考えていなかった。8月29日か30日のこと。子供数人が集まって、夏休みの思い出の作文まだだったな。やべえ。なら今から思い出作ろうぜ。という安直な思いつきからサイクリングに行くことになった。その日、お察しの通り、俺は事故に遭う。男子四五人が縦一列になって、自転車走行も可能な広い歩道を走っていたら、一時停止を無視した車が、横から俺だけピンポイントにぶつかってきた。一回転して頭と背中を打って救急車で運ばれて全治一週間。両親と一緒に見舞いに来たドライバーはどこぞの社長のお抱え運転手で、普段は超がつくほど安全かつ有料な運転を心がけているのに、その日に限っては、なぜか白線を越えてから停止しても大丈夫だろうと、魔が差したとのこと。もちろん治療費は相手持ちで、自転車も新品に変えてくれた上、それとは別の多額の慰謝料も払ってくれたので、こちらとしても、最大限の原型を望み、前科がつかないように手配した。両親は、この程度で済んでよかったなぁ、と言っていた。
ドライバーも同意はしていたが、多分彼にはこの言葉の真意がわかっていなかっただろう。事故の噂はすでに広まっていたから、ちょっとした有名人だった。無事でよかった。ケンガ大丈夫なのか？また遊ぼうぜ。などなど。次の日の放課後だったと思うが、入学以来俺を避けていた秋代と恵子がやってきた。あ？今更おめえらに用はねえんだよ。とでも言おうと身構えていたのだが、今までとは明らかに異なる好意的な目で俺に接してくる。消えてる。いないよね。と、わけのわからんキーワードは相変わらずだったが、凝り固まった敵意を徐々にほぐし、二人と初めて普通に本音で話をした。要するに、彼らは俺ではなく、俺の背後に見える黒い人が嫌いだったとのこと。怖いではなく、嫌い。それが強くなって精一杯避けていたんだって。でも、小学生の情報処理能力では、それを伝えられず、あのような態度を取るしかできなかった。そう言われてみると、秋代も恵子も、後ろ！とか、来るな！と何度も言っていたし、黒い人が見えるのは、同学年ではこの二人だけということもわかっていたから、他の人に相談することもできなかったと言っていた。旧家に移り住む前は、黒い人は小さかったんだけど、女湯で恵子と会った日、要するに事故に遭う直前は特にそのパワーが強く、その場に一秒といられなかった、耐えられなかったとも言っていた。そっか、恵子が裸見られるのが嫌で逃げてんのかと思った。と言ったら、笑顔で軽く叩かれた。とにかくこれで家族が不幸な目に遭うことは二度とないと思っていたのだが、二人はさらにこう続けた。お前の後ろの黒い人は消えたけど、黒い人自体はいる。あなたが不幸になることはないけど、でもあなた多分不幸になるかも。だから気をつけてね。言いたいことは俺の方がよくわかっている。要するに俺や家族が直接被害に遭うことはないが、身内にまだその影響が残っている。とすれば、残るはおばさんしかいない。何せ短期間とはいえ、あの旧家に住んだことのある人だ。俺は帰宅して、このことを母に伝えた。すると、秋代と恵子の証言とは無関係に、もしも次があるとしたら、おばさんしかいないと、母はすでに注意喚起を促していた。しかし、結論から言うと、おばさんは現在に至るまで、不幸らしい不幸に全く見舞われていない。むしろ、キャリアウーマン、女性実業家のサクセスストーリーとして、表舞台にどんどん出てもいいぐらい素晴らしい経歴を積んで玉の腰の相手を見つけ豪邸に住んでいる。うちの家族は五番目の人の予想を完全に見誤っていた。9月の中頃、
店舗に接していた木造モルタル部分の解体があらかた終わって、躯体があらわになった頃、漏電が原因で木造部分はほぼ全焼。店舗も一部水をかぶって、しばらくは休業を余儀なくされた。復旧が見えてきた矢先、今度は同業他社の新装開店のチラシが舞い込んできた。親父の成功を見てそれをパクり、さらに大規模な店舗が近隣にオープンするらしい。それまで泥水をすすってでも家族一丸となって頑張ってきたが、ここで白旗をあげた。五番目の人は個人ではなく法人だったのだ。建築業者には手付金として1000万ほど支払ったが、銀行からは融資を受ける直前だった。ここで引けば傷が浅いうちにまた立ち直れるという父の説得を受け入れるしかなかった。そうと決まれば、こんな物騒なところにはとても住めない。すぐに転居先を見つけて引っ越しをすることで話は決まったが、ここで一つの疑念が渦巻く。ここを離れたとして、奴は追ってこないだろうか。除霊ができるなら、今のうちに徹底的にやっておきたい、と。そこで八方手を尽くし、この界隈では割と有名だという神主さんを招いた。ところが神主さんは車から降りて店舗前に立っただけで、これは私には無理です、と漏らした。多額のお金を用意してここまでお越しいただいたのだから、すぐに帰られるのは困ると、無理やり手を引っ張っていったのだが、店舗と休暇の中間ぐらいでギブアップ。本当にすみません。とても私に清められる相手ではありません。どうしても除霊を希望されるのであれば、私の師匠を紹介しますが、半年ほど待つことになるかと。それよりもこれは、ここから癌として動かない自爆霊のようなものなので、皆さんが引っ越しをされるのであれば、それが一番手っ取り早くて確実です。その言葉を聞いて、ほんの少しだけ希望の光が見えた。除霊はできなかったが、アドバイス料として、当初の金額の一部をお支払いした。残るは、大家の二代目だ。この人は、きっと何かを知っていて、隠しているに違いない。推測というよりは、限りなく 100% に近い断定で彼を呼び出し、話を伺うことにした。開口一番、彼はこう言った。この度は大変申し訳ございません。でも私は何も知らないんです。何も知らないのになぜ謝るのかと問い詰めたら、彼は自分の身の上を語り始めた。要約すると以下の通り、先代はある時から邪教にはまり、家族を犠牲にしてでも商売繁盛を願っており、その儀式が最初に幽霊を見た2階のあの部屋で行われていた。2代目の母は家庭を顧みない先代と対立し、夫婦喧嘩や親子喧嘩が絶えなくなった。
やれ二言目には、出て行け、離婚だ、といった罵声が飛び交い、思春期だった二代目は、売り言葉に買い言葉で、こんな家出て行ってやると、高校卒業と同時に、家出同然に飛び出した。家を出てからも、母とは断片的に連絡を取っていた二代目だが、ある日の電話で、何人たりとも、この家には住まわせないよ。出て行くのは、あの人だよ。と、自分の夫のことを言う。その言葉が、母との最後の会話になった。二代目は、母の言葉が気になり、数年ぶりにこっそりと帰郷したが、家はすでにもぬけの殻で、近所の人に聞いてみるも、母の行方は何もわからなかった。父については、会社の看板があちこちにあるから、いつでも連絡は取れるが、当時は家庭を崩壊に導いたあんな奴がどうなろうと知ったことではなかった。ここまでが昭和50年代の話。月日は流れ、平成の初期。40代となった二代目はすっかり丸くなり、二児の父親となっていた。そんなある日、遠い親戚から、父、つまり先代は、そう長く持たないだろうと聞かされる。これ幸いと、二代目は弱り切った父の面に、小便でもかけてお別れしようと思っていたが、数十年ぶりに再会した父は、まるで仏様のように見えたという。両手を握って、ワンワンと泣き出して、ただひたすらに懺悔された。すまねえ。お前にはとんでもない苦労をかけた。謝って済む話じゃないのはわかってるが、どうか、一時の過ちと許してほしい。そこまで言うならと、二代目は、真っ先に母のことを尋ねたが、先代も知らないとのこと。離婚したのは間違いないが、その後の消息は本当にわからない。ただし、離婚した直後から、恐ろしいことが起こるようになった。二階のあの部屋の祭壇一式がなくなっていたから、母が何かをやらかしたのは確かだ。あの家には俺一人しかいないはずなのに、そこら中から人の気配が感じられるようになった。やがて何もないところで転んだり、タンスが倒れてきたりと、危険度がどんどん増していった。こんなところにはとても住めないと、自分の所有しているアパートに避難した。家財道具は少しでも母の念が残っていたら嫌なので、リサイクル屋に二足三文で売り払ったとのこと。ここで二代目は母の最後の言葉を思い出して先代へ伝える。どんな状況であれ、女性に出て行けというのは死にも等しい宣告だろう。なら母は死んだとは考えたくないが、それに近い何らかの手段で、なおかつ親父を上回るもっと邪悪な強力な存在となって、それに打ち勝とうとしたんじゃないかな。ここは私の家だ。誰にも邪魔させないよ。という思いだけを残して。二代目は、お恥ずかしながらこういうことがあったのです。と、
両親に説明した。そう考えると、今までの様々な出来事の辻褄が合う。親父は土地を分泌しようとした数字を狂わせたり、交通事故で対抗。おばさんは掃除に訪れたから感謝の気持ちを込めて実体の姿で天井裏から現れ、すぐに帰ったことから勝ち組の人生までプレゼントされた。俺はクソガキだったからクソまみれにしてやろうと企むも未遂で終わる。なら代わりに妹だ。母は家事をやっているからいつでも襲うことができる。それがたまたま包丁だった。おっと、本家のクソガキがサイクリングだ。ならここは交通事故だな。ここまで嫌がらせしてるのに、この家族、どこまで鈍感なのさ。じゃあ最後は会社ごと消えてもらいましょう。きっと、こんな感じだったのだろう。さらに、不幸なことがもう一つ重なった。当初の予定では、我々が旧家に仮住まいを移す前に、例の神主の師匠さんに除霊をやってもらうよう先代が手配していたので、それであれば我々が旧家に一時住んでも問題ないだろうと解釈していた。ところが、親父の商売が予想以上に好調で、仮住まいが前倒しとなってしまった。完全に順序が逆になったのだが、先代はそのことを失念していた。何を言いたいかというと、安い物件にはそれなりの訳があるから、みんなも気をつけてね、ということ。